どうもジャクロでございます。フォーメーション徹底予想ということで、この動画はですね、3月25日木曜日ウィーレアプリ2021監督のフォーメーション予想をやっていきたいと思います。ということで、先週はですね、まあ、予想動画出したんですけれども、大幅に外れてしまいました。大変申し訳ございません。まあ、反省点としましては、まず一つ目にですね、新規疑似 3CF の予想はね、すごく難しいということですね。まあ、過去に疑似 3CF を採用した監督であれば、まあ、過去のフォーメーションから予測はできるんですけれども、まあ、新規に関してはですね、やっぱり私の判断では、まあ、予想が難しいということですね。まあ、ただ可能性としては追いかけていきたいので、まあ、今後もですね、まあ、チャレンジはしていきたいなと思います。で、2つ目にですね、ミッドウィークの試合が反映されるかどうかなんですけれども、まあ、おそらくですね、先週はですね反映されていたので、まあ、予想をね外してしまったんだなと思いましたので、まあ、今後はですね、ミッドウィークの試合も視野に入れつつ、まあ、予想をね、していきたいなと思います。以上を踏まえまして、今週はできるだけ多くね、フォーメーションを当てていきたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。ということで、早速フォーメーション予想いきましょう。はい、ということで、今回からですね、ご紹介の仕方を少し変更いたしまして、前までは全員一人ずつね読み上げていったんですけれども、まあ、今回からですね、まあ、変更した変更してないに関わらず、注目の監督のみ解説していきたいなと思います。ということで、まずはセリエ A なんですけれども、まずアタランタのガスペリーニ監督ですね。まあ、今週注目なんですけれども、こちらをご覧ください。はい、なんと今週はですね、4バックを採用してるんですよね。まあ、3バック以外のフォーメーションをねあまり見たことがないので、まあ今週ですね、すごく珍しい形になっております。まあ、フォーメーションは 4-2-3-1 になってるんですけれども、もしかしたらここがですね、3OMF になる可能性もね、十分に期待できるのかなと思っております。あとはですね、まあ、特に変更がある監督は少ないんですけれども、チッタデッラ、ロベルト・ベントラート監督はですね、先々週ぐらいから 4-3-1 を採用してるんですけれども、まあ、今週も変わらず釣り型継続が濃厚じゃないかなと思っております。そしてポルデノーネ、テッセル監督ですね。この監督もですね、ついに 4-3-1-2 から変更になっております。こちらをご覧ください。はい、ということで、今週はなんとですね、5バック採用となっておりまして、フォーメーション上はですね 5-3-2 になっておりますが、まあ、これはもしかしたら 5-2-1-2 の可能性もあるんですけれども、まあ、おそらく 5-3-2 が濃厚じゃないかなと思います。まあ、非常に珍しい変更にはなるんですけれども、まあ、4-3-1-2 お持ちの方は特に狙わなくてもいいのかなとは思います。はい、あとはですね、ピサのルカ・ダンジェロ監督に関しては、今週も 4-3-1-2 継続となっております。ということで、今週のセリエ A はですね、まあ、ガスペリーニ監督が、まあ、3バック以外のフォーメーションを採用したというところと、まあ、テッセル監督が久々に 4-3-1-2 以外のねフォーメーションを採用したというところで、まあ、注目していただきたいなと思います。はい、ということで、次のリーグ行きましょう。はい、続きまして、リーガ・エスパニョーラですね。まず、レアル・マドリードのヨアン・グリモー監督なんですけれども、まあ、先週に引き続きですね、今週も面白いフォーメーションになっておりますので、まあ、こちらご覧ください。はい、ということで、今週はですね、なんと 4-3-1-2 を採用しております。まあ、人気フォーメーションではあるんですけれども、まあ、ヨアン・グリモー監督自体がですね、まあ、裏数値がそこまでいい数字ではないので、まあ、なかなか厳しいところはあるんですけれども、まあ、マッチデーとかで出てきたらですね、すごく使いやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、注目していただければなと思います。はい、あとはですね、まあ、ちょこちょこ変更はあるんですけれども、まあ、ゴンサロ・ジョルケーラ監督に関しては、まあ、4-2-2-2 は変わらないんですけれども、まあ、2OMF になるか、4トップになるかに関しては、まあ、当日までね、ちょっとわからないところがあるかなと思います。そして続きまして、スポルティング・デ・ヒホン、イヴァン・ルフェテ監督ですね。まあ、2OMF になったり、3OMF になったりしてるんですけれども、まあ、今週はどうなってるのか見ていきましょう。はい、ということで、今週はですね、4-2-2-2 のフォーメーションを採用しておりますが、こちらはですね、まあ、2OMF 採用時と同じような形になっておりますので、おそらく 2OMF に戻るのが濃厚じゃないかなと思っております。はい、続きまして、フエン・ラブラダ、ポン・フェレデーナ、ファラスカ監督、ノサル監督に関しては、今週もですね、4トップの採用というのは、難しいかなというところで、どちらも 4-2-3-1 に変更になりそうかなと思います。ということで、リーガに関してはですね、まあ、ヨアン・グリモー監督ですね、まあ、4-3-1に採用ということで、マッチデーでもし出現するとすれば、すごく人気が出るのかなと思います。あとはですね、イヴァン・ルフェテ監督が 2OMF に戻ってきましたので、まあ、こちらの方が人気フォーメーションですので、ぜひ狙っていただければなと思います。ということで、次のリーグ行きましょう。
続きましてプレミアリーグですね。プレミアリーグに関しては基本週末に試合がなくてですね、一部ミッドウィークに試合が開催されておりますので、もしそちらが反映されるとしたらというところで、紹介していきたいなと思います。はい、まずは注目はですね、基本的にはあまり変更はもちろんないんですけれども、まあ、カーディフシティ、フィリップス・リンフット監督に関してはもし変更があるとすれば、523を採用しておりますので、まあ、こちらに変更の可能性が高いのかなと思います。そしてブライトンのネビル・フェッツ・ヘルベルト監督ですね、今週はねすごく注目のフォーメーションになっておりますので、ぜひ見ていきましょう。はい、ということでこの形ね見覚えがあるかと思うんですけれども、なんと5バック5212の形が戻ってまいりました。まあ一番の注目はですね、このトップ下が ST になるかというところが、まあ、注目なんですけれども、まあ、前回疑似 3CF が来た時もこのような形になっておりましたので、まあ可能性は十分にあるんじゃないかなと思っております。ということでヘルベルト監督の5バック疑似 3CF、 まあ大変な人気がございますので、まあぜひね木曜日期待して待ちたいなと思います。はい、ということで今週のプレミアリーグはですね、まあ変更はほとんどないんですけれども、まあリンフット監督は変更になりそうかなというところと、ヘルベルト監督が、まあ基本的には5212の予想なんですけれども、5バック疑似 3CF が戻ってくるかというところにですね、注目していただきたいなと思います。ということで次のリーグ行きましょう。続きましてリーグ1リーグ2でございます。こちらはですね結構変更は多かったんですけれども、まずはモナコのスティパニッチ監督ですね、今週は疑似 3CF 採用になるかというところなんですけれども、はい、ということで、まあ、今週は4222という形が濃厚なので、まあ疑似 3CF は変わってしまうんじゃないかなと思っております。はい、続きましてダニエル・スパーク監督ですね、まあこちらの監督もね毎週気になるところではありますけれども、今週はですねこちら、はい、ということで今週はですね3511ということで、まあ前もねこういった形のフォーメーション採用してたので、おそらくこの形はね、濃厚になるんじゃないかなと思います。まあ、トップ下が ST になれば面白いかなという感じですね。続きましてルアーブルのブルーノーシュミット監督ですね。まあこの監督はですね、まあ4312か疑似 3CF を狙いたいところではあるんですけれども、今週はですねこちら、はい、ということで4141の形なんですけれども、おそらくウイレ的にはですね、まあ4321が濃厚になってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで今週のリーグ1リーグ2に関してはですね、ステパニッチ監督、スパーク監督、シュミット監督の3名がですね、まあ人気フォーメーションから遠ざかってしまったので、まあ今週は結構スルーでいいんじゃないかなとは思っております。ということで次のリーグ行きましょう。続きましてその他欧州ですね。その他欧州に関しては少し数が多いので分けて、紹介させていただきたいなと思います。その他欧州に関してはまずペテルボス監督ですね、4123の形を多く採用してたんですけれども、まあ久々に変更ということで4213に変更になっております。続きましてヤコバッチ監督ですね。まあこちらの監督もですね疑似 3CF 復帰を願いたいところなんですけれども、今週も5バックということで、5311を採用しております。そしてダンディのミッキーメロン監督ですね、まあ、4312、先週は継続したんですけれども、まあ、今週に関しては変更になっております。続きましてロシアプレミアリーグですね、ロシアプレミアリーグに関してはセルゲイ・セマク監督ですね、先週4312を採用してたんですけれども、まあ、今週はですね4222に戻っております。そしてイゴール・チェレフチェンコ監督に関しては、今週も疑似 3CF 帰ってこずという形になっております。あとはですね南米アジアのですねギマライス監督ですね、今週は4222に変更になりそうですね。あとはですねドミンゲス監督に関しても今週は変更がなさそうです。そして先週ですね疑似 3CF 新規採用したポートのトレパン監督、ポリステロのランサンビワチャイチョック監督に関しては、こちらをご覧ください。はい、ということでまずタイポートなんですけれども、タイリーグに関してはですね先週今週とですねミッドウィークにも試合が行われていて、まあおそらくですね疑似 3CF の時のフォーメーションはミッドウィークの試合だと仮定するとですね、フォーメーションは全く同じですので、まあ継続するというところがですねまあ濃厚じゃないかなと思います。ただですねメンバーは少し違うようなので、まあ433もしくは、まあ、疑似 3CF というところで、まあどちらかが採用になるのかなと思います。はい、続きまして、ポリステロなんですけれども、まあ先週の疑似 3CF 時に関してはミッドウィークの試合も週末の試合もですねまあ同じフォーメーションだったので、まあこちらに関してはまあメンバーは少し違うんですけれども、こちらに関してはまあ523というところはね、固いかなと思うんですけれども、疑似 3CF が継続っていうところはですねまあ大方濃厚じゃないかなと思っております。
はい、ということでその他リーグに関しては、アジアのですねタイリーグ、サラウト・トレーパン監督、ランサン・ビワチャイチョック監督の疑似 3CF が継続するかどうかというところにですね、注目していただきたいなと思います。はい、ということで今週はですね、人気監督がそれぞれですね変更になってるパターンが多かったんですけれども、まあ、注目はですね、ヘルベルト監督が5バック疑似 3CF 復活なるかどうかというところとですね、この先週から疑似 3CF 採用したサラウト・トレパン監督、ランサン・ビワチャイチョック監督が疑似 3CF 継続になればですね、まあ、非常に盛り上がる1週間になるんじゃないかなと思います。ということで今週の予想は以上でございます。次回もウィルアプリ2021で会いましょう。さよなら。